今回はクリスマスを記念して開催されたスノーマンビルドコンテストの応募方法や豪華な景品などを解説していきたいと思います。スノーマンビルドコンテストとは？スノーマンビルドコンテストは12月28日午前3時までに応募できるクリスマスを記念にして開催された建築コンテストです。応募方法。応募方法は4つの手順を完了すれば誰でも参加できます。その手順がこちらです。1. ジャストビルドのカスタムサーバーを作成。 2. 専用のプリセットを有効にしてゲームを開始する。 3. 雪だるまを建築してスクリーンショットを撮影。 4. 専用サイトから応募する。順番に詳しく解説していきます。 1. カスタムサーバーを作成。ジャストビルドのモード選択画面でカスタムサーバーを選びます。この建築コンテストでは参加人数は1人までなので、フレンドなどと2人以上で一緒に作ってはいけません。また応募できる作品は1人1つまでで、複数の応募もルール違反になります。ソロモードを選択しましょう。 2. 専用のプリセットを有効。カスタムサーバーを作成したら、持ち物にある特別な雪玉をタップしてください。すると建築コンテスト用のプリセットが有効になります。コンテストに参加するためには必ず専用のプリセットを有効にしてください。有効にしたらゲームを開始します。 3. 雪だるまを撮影。ゲームが開始したら雪だるまを作りましょう。制限時間は15分までです。床のブロックを変更したいときは、変更したいブロックを持った状態でチャットにスラッシュフロアと入力してください。建築を終えたらスクリーンショットをして画像を保存してください。建築中に撮影するか、建築が終わった後10秒ほど撮影できる時間があります。リプレイシネマから撮影するのもありです。この撮影した画像はハイブサーバーのジャストビルドで建築したものではないと応募できません。クリエイティブワールドで建築して撮影しても応募は無効になってしまうので気をつけましょう。 4. 専用サイトから応募。3までの手順が完了したら専用のサイトに移動します。こちらのサイトは概要欄に貼っておきます。下にあるスタートをクリック。こちらにはルールなどが書いてあり、コンティニューをクリック。自分のゲーマータブを入力します。間違えないように何度もチェックをしてください。入力ができたら OK をクリック。次に先ほど作った雪だるまのスクリーンショットをアップロードします。できたら応募は完了です。お疲れ様でした。豪華な景品。スノーマンビルドコンテストの優勝結果は、新年の翌週に公式サイトで発表されます。コンテストにルールを守った上で、応募した方には、限定のハブタイトルが参加者全員に配布されます。そして10名の優勝者には、さらに優勝者限定のハブタイトルと、豪華な景品が用意されているそうです。この豪華な景品がどういったものなのかは、まだ発表されていませんが、前回の B-Day ビルドコンテストの優勝者には、ペットギフト1個、マウント1個、ハットトークン10個、限定ハブタイトル、がもらえました。2022年のイラストを応募する、ウィンターフェストアートコンテストの優勝者には、サンタハット、ペットギフト1個、マウントギフト1個、ハットギフトトークン10個、限定ハブタイトル、がもらえ、非常に豪華な景品でした。最終的な応募者の数は、前回のコンテストから予想すると、800人ほどが応募すると思います。応募の締め切りは12月28日午前3時までで、結果発表は新年の翌週となっています。どんな建築が優勝するのか非常に楽しみです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。